皆さん、こんにちは。さっさっさと情報がよくわかる、サギーチャンネルへようこそ。ワークマン、社外取締役のサギーです。今日はですね、2023年秋冬物のワークマンカタログが、ついに公開となりました。というわけで、先駆けてですね、紹介していきたいと思います。最後まで楽しんで見ていってください。はい、というわけで、こちらが2023年秋冬新作のカタログになります。私も見るのがほぼほぼ初めてでございます。早速見ていきましょう。なんか最初の方のページはこういう50年代60年代70年代みたいな感じの、ちょっとなんか雑誌みたいな感じのね、カタログに仕上がってますね。ルックブックみたいな、懐かしい新しい新作で着こなす個性派ファッション誌となっております。あとね、これ、ワークマンスタッフコーデバトルなんていう企画もカタログ上で掲載されてまして、この10個の、まあ、コーディネートがある中で、これスタッフさんがやられてるんですね。で、私もこの間公式のインスタグラムでこれ見かけたんですけども、まあ、皆さんの写真が、スタッフさんの写真が載ってて、いいねの数で、まあ、ちょっとお好きなコーデで、投票しましょうみたいなものになってます。私、この中だったらね、こういうね、上下白で、ちょっとふんわり柔らかめのカラーの、こういう中でフリースとか、こういうね、コーデすごい好きですね。でも皆さん、すごいおしゃれに着こなされてますね。すごい。はい。じゃあ、このあたりから新作見ていきましょう。ボールパデットスタンドブルゾン2900円。これね、値段安いんですけど、すごくね、あったかい、防寒アウターです。なんかもう、普通のね、洋服ブランドさんみたいな感じのデザインとか、カラーも今回すごく着やすくないですか？これ。これはすごいですね。あとこれがもう完全に今季新作なんですけども、これね、リバーシバルスタジアムジャンパー3900円です。スタジアンって私あんまり普段着ることないんですけども、なんかちょっとレトロで可愛いですね。しかもこのね、メルトンっていう生地がなんかちょっと毛みたいな感じの風合いのある生地で、なんかで、しかもこれリバーシブルで、ちょっとシャカシャカ系表にしてもいいし、こっちのふんわり、ウールっぽい感じをね、表にすることもできる。これ可愛いですね。3900円、気になる。あとこちら、フリースなんだけど、火の粉がついては燃えにくいラゲッジフリースジャケット3900円。こちら、完全なる新作ですね。かなり襟のあたりもふんわりボリュームがあって、着やすそう。こちら3900円です。火の粉に強いからね、キャンプなんかにも良さそうですね。あとこちらも新作ですね。ワイドフィットラゲッジツイルパンツ1900円。これね、ワイドフィットなんだけど、ここにちゃんとタックがウエストのところにいくつか入っているので、結構綺麗めにも着られるね。ほんとトレンドのゆるっとしたパンツです。色味もなんか綺麗なので、ちょっとうちの夫のハマさんにもぜひ着てほしい感じですね。あとこちらがベロアトラックストレートパンツ1900円。これなんかもう本当になんかレトロのね、印象のある、もうちょっとジャージっぽいパンツです。このあたりは定番のインナー系ですかね。ボタンダウンシャツ1500円であったり、あとこれ毎年人気のコーデュロイジーパンツ1500円であったり、ふんわりコットンのモックネックが980円だったり、もう結構ね、合わせやすいチェック柄のシャツなども発売されます。で、こちらはカジュアルスタイルとアスレジャースタイルということで、まあほんと定番の私なんかよく着るところだと、このワイドフィットコマンドセーター1900円とか、これね、毎年微妙に色味変えてて、すごくね、毎年毎年着やすい感じのカラーに変わってます。ベージュとかね、ホワイトとかすごい可愛いね。あと、ボアフリスカーディガン980円。これもね、私去年買ってすごい活躍して着ておりました。結構こういうね、クレイジー柄とか可愛かったり、まああとこれ大定番のストレッチフリースノーカラージャケット1500円です。よね。あと、まあ、こちらはノーカラーベストの980円もすごく着やすいかなと思います。あと、こちらも定番のね、ヘビーウェイトコットンオーバーサイズ長袖 T シャツ980円も引き続き、これも本当に1枚着るだけですごく使いやすくて、もう大活躍のインナーですね。で、楽しむが勝ちのアウターということで、こちら、レディース商品出てまいりました。このあたりのダイヤフリースカーディガンなんかは、毎年人気の1900円だったり、あと、防風撥水ストレッチウォームフーディ2900円。これもね、毎年人気2900円なのに、すごいあったかいのが特徴で、あと、生地の感じがね、すごい柔らかくってね、気持ちいい。いいんですよね。で、アラエルフュージョンダウンジャケット3900円も去年に引き続き登場です。あと、長めのが欲しいよって方は、この撥水パデットロングフーディ2900円なんかも値段も安くて着やすいかなと思います。あとね、今季で言うと、この、デタッチャブルボアフリースジャケット2500円の、これ可愛いね。この色味感といい、あとね、なんとね、腕がね、腕の部分ファスナーで取れるようになってるんですね。ベストにもなります。同じくこちらも袖が切れて、こうベストにもなるし、ジャケットにもなる。こちら2500円、両方安いし、色味もすごい可愛いから、
いいなって思ってます。あとね、これキルティングコート2900円とか、あとこのベロアとシャギーロングとか、これもね、今回新作なんですよね。なんかより街で着やすいものが本当に増えたなっていう印象ですね。2900円。あとこのベロアのシャギーのちょっと短い、なんかちょっとムートンっぽく見える感じですかね。こちらショート丈のものは1900円。安っ！アウターなのに安い。はい、そしてこちらもレディースのインナー系ですね。まあ、去年もあった、これちょっとね、セーターっぽく見えるんですけども、セーターではないというか、ソロテックスっていう素材を使ったもので、型崩れがすごいしにくく洗濯もできるニットのようなウェアであるとか、あとは、まあ、こういうシャギーワンピース、ダイヤフリスプルオーバーなどなど。あと、このスカートね、実は私、この間、もう買ったんですよ。秋冬物出てて、撥水ランダムプリーツスカート1900円。これね、前はパシッとした綺麗な等間隔のプリーツが、今回ちょっとランダムな感じになってて、よりちょっと大人の女性でも着やすいような、ものに仕上がってます。で、私ね、カラーの色だけな、カーキを購入しましたかね。すごいね、可愛いなと思ってます。で、綺麗めコーディネートバーサスカジュアルコーディネートということで、まあ、ワークマンだとどうしてもカジュアルビジュアルなイメージが強いですが、実は綺麗めにもね対応できるウェアいろいろ揃ってますというところでございます。あと雨の日もということで、こういうねフーデッドロングレイン2900円、こういう定番のものであるとか、あとまあこういったレインジャケット2900円、レインスーツ上下セットね2900円なんていうねお値打ちのものも揃っております。はい、あとレディース向けの小物として、例えばこういうねふわふわのボアのヘッドバンド399円であるとか、靴下でしょ、5番これ何、5番フリースボア静電気低減ブランケット980円、安いね。あとこれ腹巻きかしら、そうだね、ウエストウォーマーって書いてあるけど、腹巻き499円とか、あとね、今季は実は化粧品のファンケルと組んでですね、なんだろう、滑らかな、その化粧水の セラミドベールっていうのをカプセル状態にして、布にね、なんかね、生地に折り、なんか染み込ませてあるみたいな、洗ってもちゃんとね、それが保持する、保湿効果のある成分のある、下着が新登場でございます。いろんな長袖のものからキャミソールのものまで出ております。あとこちらスタイリストの石井直子さんがデザイン、コーディネートされた参考で、あ、個人的にこれ素敵ね、こういうのすごい素敵。なんかね、持つバッグとか、なんかちょっとピアスの感じとかで、なんか綺麗めのね、スタイルに仕上がるのとか、すごいいいですね。素敵。ちょっとじっくり今度読んでみましょう。はい。あとこちらは、まあ、メンズレディースユニセックスのグリーンテックシリーズですね。バナナの茎の部分とかね、皮の部分とか、廃棄する部分を使ったデニムであるとか、コーヒーのね、カスを使ったデニムです。で、今季は実はこの男性ものの、これ結構長いので多分男性になっちゃうのかな、女性でも足をかなりまくればいけると思うんですが、ウォーミーデニムオーバーオール3900円が、新登場です。他にベージュっぽいサンドというカラーと、あとインディゴがあります。でこれはね、もうこの間ね、ワークマン女子の銀座店で発売をされておりましたね。なので近くの店舗でもそろそろ入荷がしていくのではないかなと思います。あ、なんかこういうザ作業服っていうような感じのね、こういうジャケットも、撥水地のフライトジャケット2900円という形で、こういうカジュアルウェアみたいな感じでね、紹介されるのが、あ、なんかちょっと新しいなっていう感じしますね。このあたり本当お値段安いですよね。ワイド地のパンツ1900円であったり、ペインターカーゴパンツ1900円とかね、なんかね、本当秋冬らしいいい色味感なので、なんかね、差し色でちょっとグリーンっぽい色とかオレンジとか普段使わない色とかをね、取り入れてみても素敵に着こなせそうですね。このあたりはもう大定番のパンツですね。クライミングパンツ系であったり、マイクロフォームパンツなどの紹介があります。この辺見慣れたね、カタログのページだ、ちょっと安心するページ、ね。はい、あとこちらがですね、ジャケットなんですけども、まあ、ワークマンではジャケットとスーツみたいな形で出てるんですが、プレミアムラインというものができましたね。で、こちらはプレミアムの方はジャケットそれでも安いけど3900円。あとスーツパンツの方が2900円。上下合わせても6800円で揃ってしまうというスーツでございます。あとね、生地感もちょっと薄くてもいいよっていうのであれば、ジャケット2900円、パンツ2500円なんかでも出ております。あとこれは新しいね、フリスターパンツ、あなたの個性引き出さ、選ぶサイズでスタイリングが楽しめるパンツということで、8サイズ展開で選ぶサイズによりワイドからスリムまでシルエット自在、シームレスに活躍するバーノスラックス。お、これ新しいですね。見たことない。1900円なんだ。
竹缶も自分で調節できたりだとか、14センチできるの？で、さらにウエストも4センチできるから、なるほどね。ワイドっぽく着こなしとか短くしたりだとか、あとなんとなく既製品のパンツわざわざ素揚げするのめんどくさいんだよねとかいう方にもいいかもしれないですね。これじゃあ女性男性選ばず着られるね、パンツになるかもしれない。これは新しいですね。これちょっと試してみたい。はい。あと、こちらがですね。で、トリコテックという、ポリエステル100%でありながら、ストレッチ性としなかさのある生地ですよ、と。で、こういうウォーミージャケット1900円。安。で、あと、カーゴパンツ1900円であるとか、スラックスタイプのものもね、1900円で揃います。なんか、こういうアスレジャーって感じのね、スタイルですごく動きやすいし、使いやすい一着ですね。あと、バズヒートですね。こちらが特殊機能中綿で快適な暖かさを実現したものになっております。こういうさ、バズヒートフライヤースリーウェイコート5800円。何これ、真ん中で、ファスナーで、こういうショート丈もいけるし、ロングコートにもできるんだ。こういう中綿がもっちり入ってる感じのロングのコートって、今までワークマンでは、多分1枚も出てなかったので、なんかもう真冬のスポーツで、なんか子供のサッカーの観戦に行かなきゃいけないとか、あとそういうサッカーとか自分がやるんだけど、ベンチで待ち時間の時とかにこういうのあると、めちゃくちゃあったかそう。冬キャンプにもめっちゃあったかいんじゃない？これ5800円だそうです。長いだけであったかくなるもんね。結構、あと派手なカラーもあるから、なんか差し色でね、使ってもらってもすごい。フライヤーベストとか2500円。こういうのもね、なんか暖かくて、肌触りも良さそうですね。はい、あとね、リペアテックのシリーズですね。このリペアテック、あらゆるフュージョンダウンジャケットの方も、これはね、あらゆるダウンが使われております。天然のダウンと、あと、化学繊維のね、高機能綿が、使ってある中綿を利用したフュージョンダウンが、かなりね、こういう収納袋に入れても小さくなるタイプです。毎年人気のサイズが、色味や形を変えて、登場です。結構ね、1枚こういうダウンの薄いパンツがあると何かと便利。お家のね、暖房費節減なんかにもいいですし、キャンプなんかにもいいのでおすすめです。こちら1900円です。あと今季はこのオーバーショートパンツっていうのがあって、実はね、これね、横にサイドのファスナーがついてて、横からズボンを、なんか靴を脱がなくてもさっと履けたりするもするので、キャンプの時わざわざ履き替えがめんどくさいよなんて時、横からさっと履けてね、寒い下半身温めるなんていう着方もできるのがこちらのパンツでございます。はい。あと、焚き火ウェアということで、フレームテック、火の粉が飛んでも、通常だとね、化学繊維だと穴が開いてしまいやすいものが、こちらのね、フレームテックというものは穴が開きにくい素材を使っております。これとかさ、このランダムな感じであるとか、くすみカラーとかすごい可愛い。フレームテックアウトドアワークツーウェイフーディ3500円。安いね、3500円ね。これ欲しいな。この色味が欲しいな。あと、結構こういうね、派手カラーもあるんですね。これなんか、ふんわりしてる。こういうベストも2500円。あと、アウトドアワークウォームカーゴパンツ2500円も登場です。で、毎年人気のあらゆるフュージョンダウンのリトルモンスターパーカー。これもね、もう大人気だったり、リトルの方はちょっと右がいわゆる普通のジャケットのサイズ感で、左は普通、なんだろう、モンスターパーカーっていう方は大きいサイズはオンラインストアで取り扱いっていうことなんで、もしかしたら今季店舗ではあんまり普通この大きさのサイズのモンスターパーカー売られないんですかね。そうだね。そういうことだね。で、今季は前はちょっとつるっとした感じの生地感だったのが新色ということで、新色というか新生地という感じでコーデュロイの生地を利用したものも出ております。あとね、この大人気のフリースモンスターパーカーも色味が増えて、私もこれ去年すごいよく着ましたね。あと新作で言うと、こういうフレームテックのソフトストレッチアノラック1900円なんていうのも出るんですね。はい、あとこちら大人気のユーティリティシリーズですね。トレンドのミリタリーテイストに実用性をプラスしたモデルということで、大人気の MA1 タイプのジャンパーが2900円であったりであるとか、ブルゾンですね。これも定番のものですよね。4900円。あとね、今季これ新作でございます。M47 タイプのユーティリティカーゴパンツ1900円なんですけど、これね、トレンドの結構ワイドでゆったり履ける感じで、裾がね、ドローコードで絞れるようになってるんですよね。
で、これかなりワイドです。で、結構若い子が今季すごいこういうカーゴパンツ履いてるの見かけて、でインスタとかでもねよく見かけた、あおしゃれだなーなんて思ってたら、ついにワークマンもこういう太めのね出ております。で、これもう8月半ばなんですけども、発売されてる店舗があって、続々といろんな方がインスタにも上げてるので、私もねこれね、ちょっと今日これから店舗に行って買ってこようかなと思ってます。これ大人気でね、結構すぐ売れてしまいそうな気がするので、でいろいろ裾も調節ができるので、サイズを選べば本当に男女問わずユニセックスで履けるパンツだと思うので、これは一押しですね。はい、あとアルティメットシリーズということで、エアロストレッチのアルティメットフーデッドパーカーも大人気、キルモフと呼ばれたものですよね。こちら3900円、パンツも3500円です。あとはこれ、袖の部分が取り外してベストにもなる、これも定番のユーロアルティメットデュアルフーデ4900円で、今期も発売です。あともう昔から本当にある、私がアンバサダーとかなる前からもずっと前からあるね、このエアロストレッチシリーズのジャケット2900円も引き続き発売です。このね、ベストとかも本当家で着てるとすごく動きやすくて、家事もしやすいけどあったかいので、これもね、すごい実用的な洋服としてすごいおすすめです。はい、あとこちらもね、ディアマジックダイレクトの、もうこれも本当定番でキャンプ場とか行くと本当着られてる方よくいらっしゃるなという感じですね。あとこちら右のページがアンバサダーさんの、着こなしのページになっていてね、仲良くさせていただいてる和彦さん、本当ね、モデルさんみたいですよね。うん、もうすごいおしゃれに着こなしをされております。実はここにも私サリーさんで、まあ6月よりワークマン社外取締役主任ということで、まあこれが欲しいということで、私はねこのね、フレームテックのね、モンスターフリースパーカーをさせていただいております。あと山田さんとかね、あと大家さん、あと榎本さんもね紹介されてますね。よかった、まあ実際手元にねカタログ見たら、ぜひ細かい部分読んでいただけると嬉しいなと思います。あとは、着るこたつのヒーターベストですね。これは、こういうですね、ハーフバッテリー4900円を別売りで購入することで、この首元の部分と腰の部分、このライトが光ってる部分が温まるといったウェアになってます。これかわいいね。これ別に電源入れなくて着てもかわいいんじゃない？ウィンドコアヒーターボアフリースベスト3900円。かわいい。ただこういうね、昔ながらのちょっとシャカッとした感じの素材のもの、ちょっとね、シャカッとした素材のものとか、あと今季あれですかね、女性もターゲットにピンクとかも出てるんですね。あとパンツとかも4500円で出ております。あとはもう本当お仕事のプロの方向けのもの、こういうね、プロコアベスト4900円であるとか、あとこういったヒーターマルチブランケット、ブランケットだけど暖かくなる部分もあるものが2900円とかね、ヒーターシリーズも非常に多く出ております。はい、あとね、大人気の上下セットもイージスシリーズですよね。これは、ライディング、まあ、バイクに適したモデル、フィッシング、釣り、あとスノー、こちら、スノーボードとかですね。あとワークに適したものが、なんとですね、昔、上下組6800円だったのが、去年から4900円で売っております。この使う用途によって、それぞれちょっとずつファスナーが異なっていたりだとか、細かい、なんか、例えば、スノーボード用だったら、こういうスノーガードがついていたりであるとか、いろんなね、左腕用にパスケースがついてリフト券とか入れられるようになっているとか、もうこれとかさ、上下セットで4900円でスノーウェアが揃うとかすごすぎるよね。こういったものになっております。本当に安いね、ワークマンらしいイージスシリーズです。あとは360リフレクトシリーズとかね、これはもう本当に雨の中バイクで走ったりとかもできるモデルですね。5800円、これも安いですよね。はい、あとイージスのフュージョンダウンも今期も登場で、ジャケットの方が5800円、色もすごいいいですよね、ツートンカラーでね。でパンツも4900円。あとこちらがイージス防水防寒サーマルジャケット、あ、これは今季初登場ですかね。こういったモデルも出ているということです。かなり寒さ、あと排水圧が高いですね。2万ミリの透湿度2万なので、暖かく雨にも強く蒸れにくいといった素材のものが3900円で買えるのすごいですね。あと今季はね、こういうね、ウォームフラップキャップ的なものがたくさん出ます。2、3種類確か出るんじゃないかな。結構こういうのね、可愛くてトレンドでもあるので、ぜひチェックしてみてください。あとこのね、バズヒートシリーズのなんかマシュマロレインシェルっていう、なんかね、肌触りがすごく良くて、ふんわりマシュマロみたいな素材のものも新登場です。あと去年に引き続き、ディアライトのウォームジャケット4900円も、これもね、ほんと大人気ですよね。大人気大定番のジャケットになります。
あとは、水に強く、群れにもね、強いというイナレムシリーズも、ウォームタイプ、防水防寒コート7800、あ、これプレミアムタイプだから7800円なんですね。すごい。耐水圧が2万に対して、透湿度が4万ってすごいですよね。うん。あと、中綿にフュージョンダウンとか、あとグラフェン中綿っていうあったかいものを使用しているので、まあちょっと雨でいろいろ作業しなくてはいけないとかね、そういう時に非常に役立ちそうなウェアになっております。あとこちらがバウンディという、これは新しい実は新技術、弾む着心地、シームレス縫製搭載。糸を使わず超音波溶着する新縫製とかでね、これね、めちゃくちゃ伸びるんですよ。勉強会で見たんですけど、すごい伸びる生地で、縫製がね、その縫い目がないので、すごいやっぱレインジャケットとかにね、向いている縫製ということで、これもね、どんな感じか今度実際にね、着用してみたいなというふうに思ってます。で、大人気のトラベルシェルシリーズも、ジャケット、パンツ、こういうカーディガンタイプのものも、引き続き登場です。あ、このトラベルシェルのライトレインポンチョ。そう、これがね、新しいポンチョで、2900円で、結構ブルー、レッド、ブラック、イエロー、ベージュとかがあるので、結構なんか、推し活的なものにも使えたりだとか、お腹の部分にメッシュドリンクホルダーなんかもあるので、なんかスポーツ観戦とかね、フェスの時とかにも、両手がね、自由になったりするので、おすすめのウェアに、新登場のウェアです。あとは、リペアテックシリーズとか、シェルジャケットであるとか、そうですね。このあたりは割とちょっと作業着に近いあたりになってきますかね。あと、こちらがですね、これキャンプのページなんですけども、これ私開発に、ちょっと関わって、まあ、アンバサダー時代にね、結構2年ぐらい前から関わって、出たと思います。コットンキャノラック2900円。これね、かなり生地厚手でございます。人気のコットンキャンパーとアナラックを掛け合わせたコットンキャノラックが新登場ということで、コットンキャンパーってかなり厚手の感じなんですけども、それを利用したデザイン性の高いアナラックを作りたいよねっていうのをちょっと社員さんと話してて、こういうちょっとクレイジー柄であるとか、こういうね、このグリーンもなかなかいいなと思って作ってるんですよね。あとグレージュも可愛いんですけど、本当にちょっとデザイン性の高いアナラックパーカーができたと思っております。こちら詳しく今度紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。あと今期の私もこれもう40万着以上売れました。私が開発に関わったコットンキャンパー2900円の新色です。こちら、ダスティークレイジーです。かっこサギカラーって書いてくれてますね。うん。今回ちょっと、こういう3種類ね、違う色を使ったものも出しております。あとは定番のアノラックパーカーであるとか、こちらの、これもね、色も決めさせてもらってます。フルチップコットンパーカー2500円もね、この紫とネイビーの、ツートンカラー決めさせていただきました。はい。あと、フットギアということで、防水ブーツのケベック1900円も引き続き発売です。あと、ケベックネオ。こちらはですね、滑りにくいアイスソールを利用していて、全面がこれ防水になっている方ですね。あと、新しいところで言うと、ケベックのショート、丈の短いバージョンが新登場です。こちら、2500円です。あと、新しいところで言うと、このコーデュロイモック2500円、コーデュロイなのに4センチ防水ってすごいですよね。で、3M 社の、エコ中綿を利用していて、暖かさも、保持しているといった感じでございます。このあたりはね、結構去年からの人気商品ですね。はい。あと、ワークマンではもうね、手袋はお箱というか、もうね、もう作業で作り慣れたものということで、まあでもいろんな種類が本当に出ているので、アウトドアに適したモデルであるとか、普段使いできるものであるとか、いろいろ出ております。あと、個人的にね、なんかこういうね、ミトングローブとか1個あると、なんかわざわざ指1本1本通すのめんどくさい時とかキャンプであるので、ミトンのはね、1個ね、便利そうだなと思っております。あと、相棒にしたいバッグ、帽子、靴下ということで、まあこの辺でも定番商品ですかね。あと、意外とね、ワークマンでは安くて、薄くて、丈夫で使いやすい、財布なども780円とかで出ておりますので、このあたりもやチェックしてみてください。はい。あとは、フレームテックの、燃え広がりにくい帽子であるとか、あと、ピュアダウン、ダウンが85とフェサー15を使ってる。本当にね、もう天然の素材を使ったものに関して、こちら、ダウンフードウォーマー1780円。こんなの1780円じゃ他のメーカーじゃ絶対作れないですかね。こういうのであったり、マフラーであったり、まあ、あとね、イヤーマフであるとか、靴下も、多数登場しております。
あとはメリノールの、暖かくて天然素材で肌に優しい、下着系も今季も引き続き発売です。あとメリノールを使用した靴下なども多数発売です。はい、あとメディヒールシリーズですね。これね、一般医療機器の届け出をしてあるコンプレッションウェアで、なんかね、疲労とか血行が良くなって疲労回復できると言われている、まあ、当然ね、個人差はあるかなとは思うんですけども、ウェアも出ております。今季も引き続き、あと、ルームシューズなども発売があります。あと、ゴルフウェアですね。こちらもですね、こういったイージスバウンディレインジャケット3900円とか、あと、ソルテックスを使用した中綿ベスト1900円であるとか、非常にお安く出ております。あと、これね、面白いなと思ったのが、中綿ハンドポーチウォーマー1900円なんですけど、手をここザクッと入れられるんですよね。で、首掛けもついてるので、使わないとき、いちいちなんだろう、手袋って外すとどこに入れようとかいうのがめんどくさい。首にかけておけて、しかもスポッと手をね、中に入れられる。これキャンプの時にもいいなと思って私見ておりました。はい。あとは、耐久撥水のジャケット。このあたりはもう定番の防水防寒のジャケット系であるとか、インナーですね。こちらも引き続き発売です。はい。あと、トレーナーであるとか、フーディー系のものですね。はい。あと、これネットのワクラクビンやってますということで、オンラインストアで申し込みをして、近くの店舗で受け取りをすると、送料無料で受け取れるものになっております。こちら、キャンプギアなんかもね、ありますので、あと、お子様の服もあります。ぜひですね、まあ、お近くの店舗で受け取りをしてみてください。はい。あと、シューズ系。このあたりもね、シューズ新しいやつですね。望遠フレームワーク2500円。ね、これもなんか、結構ね、可愛らしい感じ。これメンズレディースユニセックスで S から 3L までありますね。S であればね、全然女性でも履きやすいかなというふうに思います。はい。あと、これ新作ですね。コードシューズ。これも8月半ばで、入荷している店舗あるとのことです。かなりね、厚底で、トレンドのワイドパンツに合わせやすいボリュームのあるコートシューズということで、なんか真っ白とかすごい可愛いですよね。こちらも新作ですね。ファイングリップレイン2500円。スニーカーだけど4センチ防水で、まあ、あと、水に濡れた、地面でも滑りにくいファイングリップソールも使われているということで、やっぱちょっとつるっとマンホールの上で滑るのが怖い方とかね、いいですよね。あと、これも新作ですね。防水シューズハイバウンスレイン2900円。イナレムの生地を使って、さらにワークマンで、よく靴で採用される高反発のソールのバウンステックをミックスさせたシューズになってます。5センチ防水ですね。でも多分、イナレム使用してるから、結構なところが多分5センチと言わず、この辺も上の方も雨に濡れてもかなり大、アッパー生地にね、高撥水生地使っているということなので、雨の日本当最適なシューズですよね。結構長靴とかだと足が疲れちゃったりもするので、こういう防水スニーカーの方が履きやすかったりもしていいですよね。はい、あとこの辺りはセーフティーシューズになります。はい、こちらも安全靴ですね。長靴、安全靴。キーワードで知るワークマンということで、ちょっと細かくワークマンについて、カタログで使われている言葉であるとか、まあ、撥水と防水の違いって何とか、いろいろ書いてありますので、ちょっとね、ワークマンに詳しくなりたい方は、こちらのページも要チェックでございます。はい。あと、エプロン特集ということで、エプロンって結構布地使うから他のメーカーさんだと高かったりもするんですが、ワークマンだと本当に安く購入することできます。ぜひ、アウトドアでね、1枚こういうエプロン着るだけでおしゃれにね、アウトドアらしいスタイルにもなりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい。あと、こちらがグローブ。ワークマンでしか買えない極上の匠の手シリーズ。あ、このあたりはあれですね。もうちょっと後ろのページ半分が、作業用の割と作業服といったページになっております。こういうね、ジャンプスーツとかね、ジャンプスーツコットンオープンつなぎ3900円とかね、載ってますね。あと、こういうね、トライチのニッカポッカとかね。今期でもなんかちょっとニッカポッカ流行ってますよね。履いてる若い子見かけるなぁなんていうふうに思います。そういえば、こういう作業服に関しては人気の作業服っていうことで、動画にもまとめてあるので、よろしければそちらもね、合わせてご覧いただけると嬉しいかなというふうに思います。私のチャンネルでは基本的に見ていただく方が一般の方が多いので、ちょっとここの作業のページ、作業服のね、ページに関してはこういうふうに上から下までちょっとゆっくり、チラチラと見せる感じで、こちらで終わりにさせていただければなと思います。すごいですね。150ページまである、ちょっとカタログになりました。
はい、というわけで今回はワークマン2023年秋冬物のカタログをいち早くご紹介させていただきました。今期もね、気になるものがいっぱい出ますので、ぜひね、皆さんも、カタログの公開が、8月の28日の午前中にワークマンの公式ウェブサイト上で公開になって、ちょっと具体的な日にちわからないんですが、そのあたりから店舗でも無料で配布になっていくかなと思いますので、ぜひね、お近くの店舗でカタログ見て、今年の欲しいものチェックしてみてください。私のチャンネルでは他にもですね、店内レポや、秋冬新作のものについてもどんどん上げていきますので、ぜひ、いいね、あとチャンネル登録していただけると嬉しいです。あと他にですね、もう一つのチャンネル、サリーのキャンプチャンネルの方ではワークマンのキャンプギアの紹介やキャンプ場の紹介もしております。そちらもぜひチェックしてみてください。今回の動画が良かったという方はいいねボタンをチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいね、チャンネル登録お願いいたします。ブログをメインにやってまして、ちょっとキャンプで検索か概要欄のリンクから、ブログアクセスできます。その他ツイッター、インスタもやってますので、こちらもフォローよろしくお願いします。